さあやっていこう。はい、じゃあやっていきます。ずいぶんびっくりする。お、スモ、またスモスモするんすか。当たり前じゃないですか。やば、レアアイテムなんかしなきゃ損でしょ。え、みんな使わないの。使わないですよそれ。あ、それもポーション飲んでくださいな。損してるよそれ。それいや、スーモはそれ、あの、見えなくなるんですよマジで。まあね。いやでもスーモにやっぱロマンが詰まってますよ。確かに。スーモで敵が気づかなくて優勝とかやっぱかっこいいじゃん。ああそれイケメンっすわ。イケメンだよね。俺も意外とフォトナありかもな。なんかやってて普通に楽しいわ。いいじゃないですか。ちょっと、いやでも、もう自分荒野の犬なんで。おかしいな。そうなんですよ。もうダメですよ。俺と真人と、てかまあ今荒野行動で再生数トップ3って、はいはい、ずっともうここ半年ぐらい俺と真人とサヨドラさんなんですけど、サヨドラと真人がプライベートだとフォトナしかやんないんですよ、あいつら。だからもう 俺まで行ってしまったらもう本当にもう終わりの始まりですよ。確かに終わりの終わりの始まりですよ。終わりの始まりも草生えるな本当。そうなんですよ。シャス、ん、いいものをやろう。本当だ。あのさ、来なさい。やるかと思ったんだよな。やった、おそろや。やったぜ。おそろっちだね。イエーイ。イエーイ。これで僕ら戦わなくてもいいっすね。そうだよ。もうこれでよくね。フォーメーション。不自然の極み。仲間外れがこっち来た。何かを察してこっち来た。ほら仲間外れが。どうすんだこいつ。仲間になろうとしてる。僕ら、あ、やばい、隠れろ。へ、飛行機来るぞ、ヘリ。怖い、空襲だ、空襲だ。やばいっすよ。ああれ撃たれるとマジで、あの、節子それドロップやない、おはじきやって言って、おはじき舐めないといけなくなりますよ。なんでそこまで衰弱するんですか俺は。あ、やばい、あれで撃たれるとマジでおはじき舐める羽目になるんで。いや、降りましたね。ってことは殺しに行きますか。やば、あいつを節子にしましょう。どう猛な節子だな。俺のドロップしゃぶらしたるマジで。やべえよ。あ、いるん？あ、撃ってきた。節子撃たれとるぞ。違うね、わしトラップのあの、このなんかタレット起きたかったん。お、来た。ね、このトラップ仕事しないよ。いや、それセントリーじゃないから、これあの手動なんで。あ、なんだ、うんこかよ。あ、まあ、あの固定なんで。ジューズなんで。じゃあ乗ってもらっていいですか、じゃあ。おかしいな。じゃあ乗ってもらっていいですか。じゃあってなんだ、じゃあって。せっかく俺が設置したんで。倒せ、いけ。かっこいい。めっちゃかっこいいよそれ。スーモレそれ、まずかっこいいぞ。ほらいけ、シャス。見せつけたれお前の M 力を。まあ、まんべんなくはやってますよ。うわ、すげえ。死ぬ。あ、センキュー。あ、セツコやばいで。いや、俺が。セツコ頼んだで。俺カバーリングしてる。あ、来るで、セツコさん。セツコハン来るで。おー、センキューやで。でも、あれなんやで。あ、誰だ、俺が耐えてね。ありがたい。なんで、ここの。見えねえ、ブッシュ邪魔すぎる。ちょっと弾が欲しいんで、殺しておいて。オッケーやで。あ、やばい、主力が、主力が、マジ2人死んだ、まずい、これはまずい。ここはね、スーモの振り取りましたよ。バレたら終わり。バレたら即終了。僕はきっと取りに行く。これでいける。ほっ、頑張ってね。スーモはバレてないのである。俺にちょっかいを出したのがお前のミスだったな。うわあ、死ぬ、助けてくれ。相棒、なんか勝手に狙撃されて死んでね。死んだ？あ、ね、俺で体力あと9、あと7、5、待って、3、1、おぶねー。あー、危ねー、マジで。はい、右から回っていきたかったけど、案外右に敵がいるっていうのがちょっとネックですね、ここは。うう、撃たれた、真正面から。75方面からですね、多分。敵残り6人。ここめっちゃいますね。あ、やべ、なんかここ来そう。うわって来た。あ、あ、ごめん、チョロ、こいつショットガン食らってる。頑張れ、下、目の前にもいる、下にもいる。うわ、縮小まで来た。うわー、マジっ
かさあ最終試合頑張っていきましょう。いきましょう、まあ、さっき2位だっけ、さっき3位ぐらい、さっき3位ぐらいだったんじゃないですか確か。じゃあもうここで勝って終わりっすね。ああいいっすね。これで俺は多分フォトナに行って小屋を裏切ったとか言ってまたコメント欄荒れますよ。たった1回生放送をやったというそれだけで凄まじいですねそれは。いやもう嫌な予感がしますね。すごい敏感だなみんな。みんな敏感っすよ。みんなみんなメンヘラ彼女みたいな感じなんで、さっき話してたの誰みたいな感じでもうブチギレなんで俺が別のゲームやってるだけでこの前の生放送何あれは。そうあれ何どういうつもりでやってんのみたいな。どういうつもりちょっとなんかやってみようと思っただけだけどみたいな。何それみたいな。おー、なるほどですね。それだけ愛がでもね。愛、別にでも俺のこと好きなわけじゃなくて、ただ単に束縛したいだけですよ。なるほどですね。俺のこと好きとは言ってない。荒野行動はメンヘラが多いの。いや、コールオブデューティーが一番多いから安心して。わかるー。諸悪の根源かな。ダメですよ、シャスト。この間ツイッターで、なんか、コールオブデューティー見たい人おるかとかツイッターでつぶやいて。あんなんそれは見たいっていうに決まってんじゃん。でファンの人が見たいって言ったのにあげなくなったってことはファンを大事にしないんですね。七日さんがっかりしましたってなる。もろ刃の剣見たいやつおるかなんて言ったってそんな見たいって言うよ。そんなシャッスがうんちしてるとこだって見たいやつおるかって言ったら見たいってみんな言うよ。それがファンじゃん。なるほど。あんなん聞くだけ無駄だよ。僕は見たくないですねなんか言えないよ。それはファンの人は。いやそうだったんですね。ちょっとあれダメだよ。あれ自殺ムーブ。リアルな質問をしちゃったな。あれは自殺ムーブ自殺ムーブ大人の公認実況者になってほしい。お前もうそれはね地獄絵図や。大人としてそれダメなルートや。それダメなルートや。それ大人としてやっちゃいかんやつですね。荒野行動の公認切れた直後にフォートナとかな、PUBG の公認とかなりたいと思えば多分なれるよ。鳴らしてくれるよ運営は。そりゃ50万サブ近いやつらがな公認になりたいなんて言ったらあっちからしたら得しかねえもん。それは、うん、あよろしくお願いしますってなるけどでもなそんなやつ信用できねえだろ大人として。確かに。こいつ金積めばいくらでも裏切るぞって思われたら終わりやねん。こっちでも公認掛け持ちして、あのなあのな部活ちゃうねんぞと。そう剣舞とかっていうレベルちゃうねん。あのなお前らにとっては荒野行動もフォートナイトも部活以下の遊びかもしれん。でも俺にとってはなこれプロゲーミングチームと同じぐらいの縛りのきつさんねん。お前ら巨人で出てんのにちょっと今日阪神のバッなんかダイソーで出てくんねんお前足早いんだからみたいな理論でそんなんできないねん。すまんな。だってこれでシャッスが突然、いや荒野行動さんはエピックゲームズさんと違ってすごい収入的にサポートしてくださったので公認実況者になることになりましたとか言ったら爆炎だぞ。あれってなりますな。バカ炎上するぞそんなのマジで。あのシャスは日本代表になってしまったがゆえに他のバトロワには移りにくいというな呪いを手に入れたねん。シャスはシャスでそれが公認実況者やね。アドもあるけど呪いもあんねん。しっかりと おマジか。おぉ、カッキル入れてくんのかよ、お前。マジかよ。ナイス。倒した。頑張ってください。またシャス失っていく。右の方から、右の方から来てますね、近く。ナイス。ん？うわっまずい。まずい。まずい。これはまずい。いやー、エトスマン頑張れ。うわ、怖え、見てて。からですね。すげえ。あー、そこか。敵もまあ、高いところから来ますね、これは。うまっ。エト、見せろ。エト、あと残り HP5! うわー、どんまいどんまい。これで多分ね、シャッスのチャンネル登録が今日一日でポーンって増えたら、ウペスさんまたやってくださいよって言いながらなんかいろんなとこ舐めてくれるんで
ベロ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 お願いしますよって言いながらベロ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 って逆にあのシャスから俺のこと登録してたら俺ベロ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 ってお互いにちょっとシックスないみたいな感じでお互いに舐めた概要欄の方からぜひとも皆さんぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録コメント高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。